はい、こんにちは。はい、トム・クルーズです。おー、Nさんです。いえ、閉会式大変だったわ。いやー、そうなんだ。ミュージシャンしか知らないわ。来年 LA、 あ、2028年が LA だから。はいはい。あ、だからアメリカとかのバンドとか多かったんだ。知らなかった。で、今日紹介する新作なんですけど、はい、オーベルジュのクーパー、はい、紹介します。クーパーといえばアイスクーパー。ミニクーパー、うん、俺もミニクーパーだ。親父がミニ乗ってたから。マジか。うん、もう本当に最近さ、毎週のように新作が入ってきて、どん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 新作が増えるんですけど、うん、なんかね、目玉がめっちゃ多い気がする。俺とかもまあ、その大量には撮ってないんですけど、正直もうこの見た目でさ、うん、何これみたいになるような。そうだね。あの、目玉にならざるを得ないというか、うん、そんな感じの作品なので、まあ紹介していこうかなっていう。はい、ということで N さん、はい、まずこのクーパー、うん、モデルになっているもの何か分かりますか？チャンピオンのスウェットパンツ。あ、まあだから近しいものはあるね、そこに。うーん、なんだけど、はい、ベースはそれなんだけど、この柄はまた別のものなんだよ。別のとこから引っ張ってきてるのは何か分かる？でね、マジですごいんだよ。うん、すごいね。本当にコンクリートにしか見えないもんね。だよね。排他的な、うん、そう、このだからコンクリート柄みたいな、カモカモなんだけど。ああ、迷彩なんだね。迷彩なんですよ。はい、なんだけど、まあ、でもね、分かんないと思うこれ、うん、これ実はあのこの柄において、まあ、テキスタイルのこれ説明になるんですけど、はい、この生地自体は1950年から60年代の旧ユーゴスラビアの狙撃使用ヤッケのプリントデザインをアレンジし、ジャガー通りで表現しましたっていう。そもそもが地質なプリントで、さらにグラフィック的にも極めて珍しい独自性に富んだデザイン。現在アメリカンヴィンテージ古着が最高額飽和状態にある中、次世代ヴィンテージのターゲット、こういった東欧や南半球に求める動きは加速している。このスナイパーヤッケも典型例かもしれない。このジャガードは前シーズンの世界地図柄と同じ食器で表現いたしましたっていうことで、やっぱね、まあジャガードはそのカーテンを折ってる 1.8 メーター幅の特別な織り機で折ってるということで、はい、でやっぱね、そのググって見てもらうと分かんないけど、本当にスプレーを吹いたような鴨柄なの。うーん、ユーゴスラビア軍のヤッケが、うん、でそれをね、このジャガードで表現してるっていうのがね、もうそもそもわけ分かんないんだよ。だってさ、色がさ、うん、3色4色とか入っててグラデーションになってるんだよね。うん、そうだね。普通のカモってさ、茶色、緑、黄色みたいな感じじゃん。うん、なんだけど、その切り替えが本当にないんだよ。うんうん、いろんなところにいろんな色が入ってて、なんかちょっと緑とかも入ってて、苔が生えてるのかなって思うぐらい。ああ、すごい、なんていうのかな、表面の凹凸もあるし、うん、色のミックスされてる感じもすごい面白いんですよね。もう細かすぎて、うん、やばいよ、うん、だから友達とかは履いた時に、その日本の着物みたいな、あ、西陣織みたいな、その柄の織だねみたいなこと言ってて、はい、確かにそれに通ずるものがあるし、やっぱ日本の技術がこう集約されたテキスタイルを使ってるなっていうのが本当に分かる一本ですよね。うん、でデザインのことを言うと、ウエストにエラスティックテープ&ドローコードで分量を出したシンプルなトレーニングパンツ型ではあるがってことで、まあ、Nさんが言ってたそのチャンピオンのスウェパンに近いですよね。はい、うん、なんだけど柄のリピートがほぼ分からないほどの不思議な大柄、その複雑さを演出しているのが、横糸に使用している英国羊毛のツイード糸で張り感があり、カラーも複雑で美しいバルーン状のシルエットを生み出すってことで、やっぱさっき言ったこの柄だよね。うん、が、ツイードの糸を使って表現してるんだけど、本当にこう切り替えがわからないというか、そう、ね、切り替えっていうかもうさ、全部がグラデーションみたいになってるからさ、うん、本当この生地何どうやって作ってるのって感じしない？いや、そうだね、うん、とも細かすぎて細かすぎてもう逆にね、グラデーションでなんかさ、青からが緑に変わっていくとかだけどさ、うん、もうなんかこれね、ブラウンからグレーとかなんかで、緑も入ってるんだよ。ベージュ、グレー、緑って感じかな。でもね、糸がね、暖色系でいうとそのベージュの他に赤とか、赤っていうかオレンジみたいな糸も入ってる。すごいいろんな糸が使われてて、で本当にどうやって織ってるかわからない。何本糸使ってるんですかって感じ。確かにね、これ何本糸使ってるんですかでそういうとこを本当考えると、ズームマガジンで小林さんが言ってた、日本の技術をもってすればユーロヴィンテージか、その今のヴィンテージを超えるものを作れるっていうのが本当に感じられる。
うん、まさにアルチザンな一本。そうだね、うん、だってこんだけ手が凝っててさ、まあ、オーベルジュってカジュアルなブランドって思われがちだけど、うんうんうん、こんだけ手が凝っててさ、パッと見で普通のこういう生地だったらまあ作り方なんとなくわかるじゃん、うんうんうん、編み木とか織り木で作ってんだなっていう、うん、ただ本当に糸何本使ってるかもわかんないし、どうやって織られてんだろうみたいな、わからないもので、こういうのが職人技であり、うんうん、アルチザンであると思うんですよ僕は。そうだね、そういったそのブランドイメージみたいな固定概念を捨ててね、考えれば、うん、作り込まれたものとか好きな人が見ても驚く一本だと思う。うん、そうだね、うん、まあブランドで考えてなければね、それなんかブランドでそこでさ区切って考えてたら、もちろんさオーベルジュってカジュアルみたいなイメージになっちゃうから、そうは見れないんだと思うんだけど、そのフィルターを捨てて自分の気持ちに素直になりなよってそうなんだよね、まあ、月並みになっちゃうけど、ものすごく手の込んだ一本って、うん、みんな言うけど、ここまで手の込んだ一本はないと思うよ正直。あー確かにね、こんな手が込んでる一本どこにも負けないんじゃないかと思う、手の込みようで言ったら。うん、じゃあ N さんはそんな一本ですけど、生地含めデザイン含め、うん、パッと見でどう思った？いやもうパッと見もう素材が、うん、めちゃくちゃ、そうだね何これとは思ったね、うん、まあ、染めとかさ、はいはいはい、にも見えるじゃん、染めっぽいよね確かに、このムラ感っていうかね、うん、でもなんか多分染めじゃこんななんか細かいさ、うん、グラデーションみたいに出せないん、的確に表現はできないよね。そうだね、うん、やっぱ点で表現されてるもんね。でもなんかもうさ、うん、グラデーションだとしたらさ、うん、その黒から白に移るんだったら、うん、その間でその上と下はさ、うん、白と黒だけじゃん。そうだね、なのにさなんか関係ない、そう、いろいろ色がね、うん、いろいろ混じってるから、うん、こうですすげえなって。で、Nさんにもさオリジナルのやつ見てもらったけどさ、うん、やっぱあれはプリントじゃん。あ、そうだね、それこそ2000年代のグラフィティアートみたいなさ、ウォールアートみたいな感じのプリントだけどさ、うん、やっぱそれをジャガー通りにすることによってさ、うん、一本の作品というか一枚の作品っていうのかな、うん、になってるような、本当にこの飛び散ったスプレーみたいな感じの表現がちゃんとできてるから、もうプリントとジャガードでこんなにも違うみたいな、うん、そこがもう一気にミリタリーから芸術へとステップアップしてるような、うん、で一応その他の理由を言うと、まあ、トレーニングパンツなんでドローコードで、でさっき言った通り中で絞れる、でポケットがあって、前も一応開きはしないけどトップが、はいはい、ここあのボタンでおちんちんを出すことができます、はい、で裾にかけてテーパードしてて、裾も、ゴムになってますね、はい、なんでここも楽に履けますっていうことで、あと後ろがもうポッケがついてるような感じで、はい、形としてはシンプルな正直スウェパンみたいな感じなんだけど、やっぱそう思わせないこの生地の迫力だよね。そうだね、うん、すごいよねこれ、まあ、ということでこれ3種類あるんですよサイズが、はい、40、42、44ということ でこれが42なんで、42じゃあ履いてみますか。はい、いきます、お願いします。寿司三昧。おお、すごいね、反応できちゃうこのスピードにも、はい、成長が著しい桜木花道じゃん、もうマジ成長の伸びしろで言ったら、うん、前回と今のところでしょ。でこれがサイズ、うん、42を173cmが履いております、はい、もうちょうどいい、本当にウエストもちょうどよくて、うんうん、あの丈もいいよね。うん、これさすごくない？迫力、うん、どう？すごい、コンクリートに見える。あ、まあ見えるね。ねえ、なんかさ、もはやちょっとマルジェラ的じゃない？このコンクリートっていうのを考えちゃうと。確かにね。いや、シルエットもめっちゃいいし、超可愛いんだけど。うん、でしかもこれが価格、このタイミングで言っちゃうけど4万5000円とかなの。え、あ、そうなんだ。安くない？安いね、俺は10万ぐらいすんのかと。ね、7、8万してもいいぐらいなんだけど、5万いかないんですよ、税込みでも。へえ、すごいよね。で、まあもちろんトレーニングパンツで伸びるというよかは、この運動量がかなり入ってるんで、うん、このシルエット自体に全然苦痛じゃないですね。うんうんうん。で、丈が俺これちょうどいいのが好きなんだよね、ジャストな感じ。ああ、そうだね、リムがあるからしっかり、うん、そう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 、なってくれて。で、足元は正直レースアップのコンバットブーツとか、あー、はいはい、あとはハイカットのレースアップのスニーカーとかがいいかなって思ったんだけど、まあ、割とこの
タングあのローファーとかタングスでもいいよね、うん、ドレッシーで可愛くない？そうだね、俺は、うん、逆に最初からそういうイメージだったかも。あ、ちょっとモードっぽく、そうモードっぽく行きたいがゆえに、うん、あのレースアップでギュって絞ってさ、ハイカットのスニーカーとかの方がモードでかっこいいかなって思ったんだけど、割とこれでもいけちゃう。そうだね、うん、で今ロンティーだけどマンチェスター着てるけど、イシューの、うん、なんかモコモコのニット着てたらめっちゃ可愛くない？ああ確かにね。ねえ、まあサイズ44でもいいけど、僕いつも M で、多分ね40、42、44で SML ぐらいで考えてもらうとちょうどいいよね、うん、なんかこれ以上大きくは履きたくないかなってぐらいじゃない？あ、そうだね。ね、履けちゃうけどこのぐらいの太さがいいかな。なんかあります？いいよね、なんかさスウェットパンツとか、うん、結構好きなんだよ。うん、前のってさ履いてるとさ、うん、膝とか伸びるじゃないね、ニットだから。そうだね、うん、なんかさこれってさその雰囲気はあるんだけど、うん、普通 そのニットじゃないじゃん、編みではないじゃん。そうだね、折ってるわけじゃん、うん、その感じとかだからさ、シルエットも多分履いてて変わんないし、うん、でもこのシルエットでこの迫力で、うん、でもいやめちゃくちゃいいなと思って、うん、俺ももっと取っとけばよかったって思うぐらいだわ。これ自分で欲しいもんな。これ確かになんかさ、このデザインがそういうトレーニング系だからさ、うん、カジュアルとか緩い感じの、はいはいはい、そうだね、雰囲気だけど柄が追い越してきてるよね、もう。うん、そこを払拭するよ、ね、うん、モードの感じになって、うん、めっちゃ可愛いな。うわーマジで倍つければよかったな、オーダーの量。そのぐらいいいな、自分用に欲しいもん、うん、めっちゃ楽だし。あ、確かに、うん、本当に伸びはしないけど織物だから、うん、うん、スウェパンと一緒ぐらい楽。うん、そうだよね、ゆとり結構ある、あるね、ように見えるけど、でもやっぱりテーパードしてるからシルエットもそう綺麗で、この辺の分量がいいんだろうね。うん、ということでこんな感じです。はい、ありがとうございます。いやーこれかっこいいなマジで。うん、この合わせ良くない？ロンティーにもうこれだけで良くない？そうだね。ねえ、うわーミスって1本ずつしか取ってないんだよね。あ、そうなんだ。痛恨のミスですよこれ。もっと売れたな。ということで、はい、オーブリッジのクーパー、履いてみましたけど、はい、N さん、じゃあコーディネートこれ履いてどこ行って何するの？なんか洗練されすぎててこれが、うん、そうだね。そのまあコーディネートとしては、はい、やっぱし普通にもうシンプルに白シャツで、うん、これ履いてそのローファーでいいなって、うん、もうなんかこれとローファーで上はちょっとシンプルだったら何でもいいなと思っちゃうぐらいの迫力だったけど、うん、でちょっとパリっぽい空気、ああそうだね、うん、タイルみたいな、はい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 、ああいう街並みの、うん、で美術館行きたいからルーブルに進むわいい、ね、ルーブル行くわ。何が一番見たい？ダビデ像ダビデ像が一番見たい、やっぱかな。ダヴィンチ？ダヴィンチだね。いやでももうほぼ見てないかも、うん、空気を楽しんでるそう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 、バッキンガム宮殿の最後の方にバカ長い廊下があって、うん、シャンデリがちょん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 って下がってるとことかめっちゃ合いそうだなって思って。いやそうだね、そういう感じだったら、うん、逆に俺はじゃあさっき言ったレースアップのブーツとかを足元に入れて、うん、で上は本当はジャケットとかでもいいなって思ったけど、エンナさんがちょっと切れ目に行ったんで、うん、じゃあまああえてマウンパとかさ、かぶりのプルオーバーのシャカシャカ系の3レイヤーのこうレインコートみたいなやつあるじゃん、うん、とかでテックっぽい感じにして、あ、足元サロモンとかにしようかな。あーにしてサロモンのプルオーバーの 3A のレインコート着て、うん、でシャカシャカ系のナイロンのハット、あ、はい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 、にしようかな。はい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 。で冬の山に行って、うん、キャンプとかあんま好きじゃないんだけど、うん、泊まりはしないけど夜空を見に行くとか。ああいいね、うん、コテージってか、そうそうそう、まあ泊まりはしないけど、うん、そういう雰囲気のあのそう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 中で、うん、で焚き火も絶対しないし気持ちになるから本当コーヒー飲んで温まって夜空見るかな。虫の、はいはいはい、鳴き声がまだそれ秋から冬に変わるぐらいの感じの時に、うんうんうん、いやちょっとそれ渋くていいんじゃない大人。そうだね、なんか大人の遊びって感じするよね。うん、けどその友人はアルテリアのジャケットとかに合わせてくれたの。ああ、シルクウールか、うん、めっちゃ良くて、それもこういうパンツに黒のジャケットかっこいいじゃん、うん、で N さんの言った白シャツで言うと次バーキンっていう、バーキン、うん、エルメス、そう、あの本当バーキン本人が着てたようなシャツ、ああそういうことね、うん、が入ってくるんだけど、それとか合わせたら絶対かっこいいと思う、エロいと思うわ。はいはいはい。やっぱ
バーキンがドエロだった本当に。そのシャツめっちゃ良かったんだよ。へえ。楽しみにしててもらいたいかな。ということで今回このオーベルジュの本当に日本の技術が集約された一本クーパーですが、はい、エンドさんちょっと総括をバシッと決めてくれよ。デザインを追い越した素材、ものすごく面白いこと言いますねと言いますとと言いますと、まあもう普通にこのデザインは本当にスウェットパンツとかトレーニングパンツとか、はい、ああいうスウェットだとかナイロンっぽい、うん、まあシンプルなもの、うんうん、のイメージしかない。はいはいはい、ここ、うん、まあウールとかもあるんだろうけど本当にイージーパンツっぽくなるんじゃない、うんうんうん、でそれなのに、うん、なんて言うんだろうな、俺の中でね、うん、この素材がすごすぎて、うん、もう俺スニーカーは合わない気がしちゃうんだよ。もうあこれこのデザインなのに、そう、うん、なんか全然マッチしてない、うん、本当だ。イメージしたのは革靴とか黒の靴とかそういうローファーとか、だって基本トレーニングパンツとかそれこそジャーマンみたいな、そう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 、靴で合わせるものが、うんうん、この生地によって任されてしまうと。そう、なるほどね。レザーぐらい迫力がないとダメだと。そうそうそう、でも本当にカジュアルなデザインのものを生地がもうすごすぎて追い越して、モードとかアルジザンとかそういう着飾るものとしてなんか追い越していたっていうか、はい、うん、だからカジュアルじゃないような気がするんだよね、これも。やっぱ最初に言ったそのなんかさ、うん、ブランド的な意味のカテゴリー的なアルチザンではなくて、うん、その本当に職人が作ったアルチザンっていうのが、うん、職人って言ってその本当言葉の意味のね、うん、が込められてるからやっぱそこを感じるんだろうね。そうだね、うん、いや本当にシンプルに、うん、なんかケイスケもさ今コーディネートで言ったけど、うん、パンツが勝ってんだよね全部の中で。勝ってるよね主役なんだよな。そう、それがすごくて、これ一本あれば決まるし、うん、っていう、なんかいやオーベルジュすごいなって。オーベルジュね知れば知るほどすごいのよマジで、うん、超面白いことやってんだよね。そうだね、てかね本当マジでもっと撮っとけばよかったこれ。そうだね、ショックすぎるこれ。今季一番ミスったかもしれない。すげえかっこいいな。いやすごいよ、スタートからこれだもんな。なんかめちゃくちゃさ頑張ってさ、うん、汚してめちゃくちゃ汚しても、うん、これに行きつけるかもわかんないぐらいじゃん。そうだね、うん、その雰囲気をもう最初から出してくれてるっていう、うん、でしかもこっから経年でさもっとさ毛羽立ってきたりしても絶対かっこいいじゃん。そうだね、うん、本気のヴィンテージみたいになるからさ、うん、だからそれもやっぱズームマガジンで小林さんが言ったけど、オーベルジュのものが50年後ニューヴィンテージになってるかもしれないっていうのが、うん、そうだよね。これが本当に履いてってヴィンテージになるかもしれないっていう、うん、そんな作品ですよね。そうだね、もっと撮っとけばよかったマジで。かっこよすぎだろ。服って楽しいねやっぱね。いやすごいね、やっぱ本気で作ってるものは楽しいね、うん、そうだね、うん、刺さるわ。ということで、はい、Nさんの総括はデザインを追い越した生地ということで、はい、いいね。なんかジム・モリソンのスピードの向こう側へみたいなドアーズみたいな感じだね。ということでこれはもうオンラインに載せてあるんでぜひチェックしてくださいっていうのと、新作がめっちゃ入ってきてるのでそれを見に来てほしいっていう感じですね。はい、で金曜日は、深夜小塚のニット、はい、ついにあの絵画のニットが届いてきてるんで、はい、それを紹介しようかなと思ってます。 N さんも見たいでしょあれ。そうですね、絵画ニット、はい、めっちゃいいから超可愛いんで。ということで、お盆、お盆まだ中盤だよね。来週、今週末まで18とかだよね、うん、9連休の人は中盤なのでぜひまだまだお待ちしてます平日も。ということで、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。